ゃん。いらっしゃいませ、こんにちは。ご無沙汰してます。いらっしゃいませ。これ佐島ですね。ちょっと大きいですね、今日の佐島のちょっと大きいやつ。そんなに柔らかくならないタコです、今日のは。結構火入れてもなんかね、いろいろあるんですよ、タコでも個体差が。結構通常だったらこのぐらい火入れれば柔らかくなるのかならなかったり、牡蠣は大丈夫ですか？生牡蠣。これ生牡蠣大丈夫ですか？生が大丈夫。牡蠣生は食べないって人たまにいるから。ポン酢ちょうだい。こうちっちゃいんだけどね、粒がパンパンに入ってるんですよ。もっと殻付き牡蠣ってこんな大きいんですけど、ここの牡蠣は殻がちっちゃいんだけども、ちっちゃい殻の中にもパンパンに詰まってる。岡山の牡蠣ですね。で、兵庫で加工して、岡山県産、ね、ちっちゃいんですよね。ちっちゃいんだけど味は濃いです、ちょっと自家製ポン酢ちょっとかけて、このままでも十分いいんだけど、少しポン酢かけると。牡蠣です。失礼します。そういえばわさびずっと使ってます、今望月くん。いいっすね、やっぱ彼の。今度あざみの行こっかなと思って。ぜひ、はい、行くとき連絡しますよ。行くとき連絡するんで、一緒に行ければ。仕事全然休めます？日月休めます？休めます、全然。じゃあ行くとき連絡します。はい、長野もちょこちょこいるんで。僕も本当にわさびの勉強もしたいし、もっと彼のわさびに対する取り組み方とか、そういうのも、なんかキャビアとかもやってますよね。なんか今、国産キャビアですか？ないじゃないですか。水が本当に綺麗なんで、それで今作るっていう。国産キャビアと、あと渓流釣りで釣れるようなとこもちょっと教えてもらいたいし。それ僕、知り合いに言うのね、もちょうどいい温度帯です。どうぞ。すごい綺麗ですよね、今日の。ずっと余韻がね、口の中にずっと余韻が残ってる。まだ牡蠣の味が口の中に、美味しい牡蠣ですね。ずっと口にまだ残ってるもん、牡蠣を。バンキモトースト、もう手でいっちゃってください。もう手でいけます。
換気も通すと。やばい。これなんかこれも有名なやつ。良かったです。焼きナスのすり流し、あとウニ。ウニが今ちょっと時期的にやっぱり年末だし、量も少ないし。確かに。こういうふうにやるとね、美味しく食べれるんで。僕一人がいいんですよ。いやでも一人の。一人のお客さんだと初めての、特に初めての人は一人で来てもらいたいっていうか。そうそう、長い目で考えればね、やっぱりちゃんとお寿司を食べに来てくれるお客さんをちゃんと相手した方が、やっぱりね、お店のなんつうのかな、お店のなんか客層とか格とか格式とか、やっぱそういうのはやっぱりお酒はほどよほどに飲んでもらってるお客さんの方が場も荒れないし、カウンターだからやっぱり一組そういうね、バンバンやりたい放題やってる人がいると必ず店の空気感がおかしくなっちゃうから、そういうのも最近すごい気にしてる、やっぱりなんか長い目で考えなきゃダメだなと思って、やっぱその時はね、ガンガンなんか一日の売り上げ今日すごかったよとか、ワインがこんだけ出てもうこんだけ売っちゃったよみたいな、そういうのあるけど、あんまり視野としての評価じゃないですからね、まあそうですね、だけど VIP のお客様とかそういうことやってね、貸し切りならいいけど、やっぱり普通に一人で来て、他にお客さんいると本当に絶対おかしいことになるから、やっぱり本当にすごいなと思うのは、やっぱり普通のことを普段通りの仕事をして最高の評価をもらえるのがすごいと思う。 VIP が来るって言ったら、なんか気張った仕事をして評価高くなってもさ、そんなの一時的じゃないですか。なんか気張ったことやって高い評価もらうのじゃなくて、普通の普段通りの普通のことをやってそこで最高の評価もらえるような、そういう職人になりたいですよね、普通通りのことをやって普通にお客さんが周りに入ってて、それでやっぱこの店すごいなって思ってもらえるのがやっぱり一番すごい店だと思うし、でもなんかそういう風になれるようにもっと頑張んなきゃなと思って、メニューください。今日はカワハギ、クエが入ってきましたね。クエ、カワハギ、サヨリ、あとヒラメもすごくいいですね、今。あとマグロは津軽海峡ですね。マグロはもう今でもないですね。すごくいいです。あと寒ザワラね、サワラなんかもいいです。あとサバもだいぶ良くなってきて、サバも今本当にいいです。とハマグリもまた出始めてきたんで、ハマグリもすごくいい状態です。いいですね、楽しんでてください。はい、とイカからです。ソージャみたいですよね。このラー油が入ってます。干しホタテ。ソージャみたいですか。そうですね。やっぱ油が入る。ホタテは北海道ですね。今日のは北海道、宮城、青森、そこら辺の北海道ですね。
僕はむきホタテで買ってくるんですよ、殻付きじゃなくて。むきホタテでもうその日のやつ、柔らかいやつまだで、硬くなっちゃうんですよね、すぐ。やっぱりホタテって、むきホタテもちゃんと選んで買ってこないと。2日ぐらい経つともうカチカチに固まっちゃうんで、もうそうなるともうちょっとホタテ臭く感じちゃうんで、バター焼きとかそういうのでまかないで食べちゃいますね。ちょっと握りも少しずつ出してきます。おつまみもね、まだ出ます。はい、ちょっとコンパクトにしてます最近、うん、2時間ぐらいで終わるように。うん、白イカからいきます。どうぞ。同じネタと同じシャリ使ってもね、やっぱ変わるんですよね。うん、白イカ、白イカです。どうぞ。失礼します。どうぞ。次です。ふわっとしたお酢です。ピュアなね、ピュアな、ピュアなお酢です。はい、昨日海外の人が来てピュアって言われて、あ、ちょっと使わせてもらおうと思って、うん、ピュアな、ピュア、ピュアなお酢。そうですね、はい、そうですね、雑味がないっていうのがピュア、ピュアっていう言葉につながるみたいで、ちょっと僕も一つ勉強になって、はい、あ、ピュアってこういうことで使うんだと思って。これちょっとずつ食べてくださいね。一口でいっちゃうと結構ガツンとくるんで、結構味がしっかりついてるというか、あのカニの味がすごい濃いんで、ちょっとずつでも十分おつまみ感覚でいけるぐらいのお寿司です。混ぜ寿司です。ちょっとシャリも柔らかくなってね、ちょっと煮汁、カニから、カニで出しとって煮詰めてって、シャリもちょっと柔らかい感じになって、柔らかいお寿司です。次です。面白いですよね、こういうのもね。はい、初めて食べヒラメです。お酒は大丈夫ですか？はい、旧宅さんお酒ね。はい、はい、そうそう、でかいね、大勢。
してばっかりで冷凍のロールケーキですよ。あ、そうなんだ。さより。ああ、いいっすよね。特に今日のすごいっす。光がすごい綺麗ですよ。ここから見ると反射して、ちょっと見てもらいたいぐらいですね。本当綺麗です。本当に美しいです。さより。サヨリがキロ1万円だとか、カツオがキロ1万とか、もうね、魚の値段が本当に今すごいんですよ。サヨリも、うん、だからもうこれで質を落としてね、キロ5000円ぐらいの買ってくるとまたおかしいようなことになるから。だけど素材がいいものって食べれば分かりますからね、やっぱり、うん。山口県宇部の車エビです。やっぱこの宇部食べちゃうと沖縄とかが使えなくなってくるんですよ。でも沖縄でも探せばいいとこあると思うんだけど、沖縄の車エビはもう使いたくなくなっちゃうんですよね、これ使っちゃうと。うん、もう車エビはもうこの宇部が今一番僕の中で好きですね。握った感覚もすごいしっとりしてるし、うん、そうびっくりしてるんですよね。あと色もすごいコントラストがすごい綺麗で、赤白しっかり色もすごい、発色も綺麗で、うん、甘みもすごい強いです、うん、全部食べれそうですか？全部食べれそう。余裕で。はい。よかったです。さっき息かな、息の迷いガツオ、なんか自分が何と一緒に、なんかメジマグロとかブリとかの群れと一緒に泳いでるみたいで、うん、富山あたりで獲れるカツオなんかブリと同じ群れにいるって言ってました。ブリと同じ餌食べて、俺はブリだと思い込んで一緒に泳いでるみたい。そんなやっぱ上がんないんですよ。これもやっぱ豊洲に 2,3 本しか出なくて、うん、カツオです。
最初にまずその何もごたごたがないときに意外だった。家ではそうか、ね、カワハギです。天然のカワハギなんでね、やっぱり肝がちょっと小さいんですよ、天然だと。やっぱり養殖の方がね、肝はいいんですよね。今日は天然です。シャリはちょっと大きめに握ってます。ちょっとボリュームあると思います。カワハギ濃厚なんでね、やっぱりちょっとシャリも大きくバランス取ってます。はい、美味しそうだな。カワハギは嫌いな人いないね、本当にみんな好き、うん。どうぞ。カワハギ美味しい。カワハギも昔は5、6千円で買えたんだけどね、キロ。もう今1万円絶対超えます。うん、1万に、やっぱ池で1万2、3千円かな、やっぱり。平均して。うん、どうぞ、失礼します。カワハギです。次ね。飲み物大丈夫ですか？次で。よし。